皆さんこんばんは、 MK です。ペーパーマリオ折り紙キングパート32やっていきましょう。今回もキノピチュ遺跡進めていきたいと思います。と言っても結構広そうなんで今回で終わるかは微妙なんですが、ここは暗すぎじゃないか。確かにこんなに暗いと何か出てきそうで嫌な感じだな。待てよ、急に出てくるのはやめてもびっくりするわ。誰だ誰だって、これは多分壁ですね。あ、どういうこと。あなんだ、私の影だったか。心臓に悪いな。自分の影にびっくりしてたんですか。私よりもちょっと今ダメだったんですけど、はい、そしたらここ掘ってくださいね。あらよっと、なんもないんかい。今なんかあるパターンだったでしょ。そしたら待てよ、こういうところなんかありそうじゃない。はい、ハンマーで叩いてないか。じゃあ進んでいきましょう。なに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 、なんかいるって。おい、今向こうに、不気味な影が見えなかったか。気のせいか。そうなのか。いや多分気のせいじゃないな。なんかいたぞ絶対に。お化けじゃなければいいんですけど。はい、そしたらここを紙っぺらで埋めていきまして、埋めないと進めないからね。なんかめっちゃビビってるんだけど、さっきからキノピオ隊員がすごくない？なんか指くわえちゃってますけど。そしたらこう言うと、何？うわ、びっくりした。え？急になんかいたな今。こっち側に何かあるわけではないんだ。私に不意に攻撃しようとしたんでしょうけど、私の方が早かったみたいです。なんとか倒しました。そしたらほら、なんかいるって。なんだ？やっぱり何か。いや、いないと言ってくれ、頼む。いや、いるよ。いるいるいる。いないと言いたいところではありますけど。そう、俺、はい、コインゲット。他には？待てよ、さっきさ、黒い兵法みたいなやつがいたんですが、この辺にはいないんでしょうか。はい、じゃあこの辺も紙っぺらで埋めていきまして、なんだんだ、正体さえ分かればそこまで怖くないと思うんですけど。はい、じゃあここのコインも大量ゲットして、こういうところもなんかあるんじゃないですか。よいしょ、なんもないんかい。結構なんもないよね。はい、じゃあ一応セーブはしておきましょう。すごい怖がってるけど大丈夫ですよ、マリオさんがいますから。そしたらこの辺もなんもないか。じゃあ進むよ。なんだ、上に行けそうで行けないな。後でどうにかして土管の中から出れるんでしょうか。はい、そしたらここは何ですか。大広間みたいなところに出たんですが、とりあえずスカスカ穴は埋めておきましょう。こういうのも、あ、やばい、スカスカ穴がない。あ、スカスカ穴っていうか紙っぺらがない。そんなことある？え、待てよ、紙っぺらその辺にないですか。こういうところ、何？え、何何何、ドアが閉まったんですけど。キノピオの顔の中からなんか出た。ミイラクリボーといった感じなんでしょうか。どうやって倒せばいいの。待て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 、オリオのシールさえ見つければ難しくないとは思うんですが、ミイラだけど、ちょっとまた激突してもらって、はい、裏側叩いていきましょう。うわー、なになになに、穴ですわ、マリオさん気をつけて。穴落ちちゃったけど、ちょっと待って、落ちちゃった。一旦こっから出たい。オッケーオッケーオッケー。あ、なるほど、これを叩けばいいんだな。オッケー。はい、とりあえず穴は埋まりました。そしたらこいつら倒していきましょう。やめて、あー、待って待って待って、穴に埋まるって。はい、一旦待って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 、ちょっとずるくないか。あなたは穴に入らないのに私は穴に入っちゃうんですか。はい、じゃあ紙っぺらもこの辺回収していきまして、まだ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 、オッケー。あ、待って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 、はい、ここ叩いて、オッケー。はい、とりあえず1体は倒しました。紙っぺらも大量ゲット。やめて、待って、ほんとやめて。あーな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 ーあな、ほんと勘弁だわ。そしたらここを押して、はい、もう一回叩いていきましょう。これでとりあえずいつものハリボテクリボーにはなりました。あと2回ぐらいでしょうか。はい、こいつ叩いて、あー、まだ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 だね。やばいやばい、穴に落ちちゃったけど、ケイ穴に落ちたけど、なんとか倒しはしました。倒しても穴は塞がるんですね。おっと、そしたらとりあえず、この先の扉は開いたみたいですね。よかった。もう大丈夫ですよ。おう、マリオくん、ミイラをやっつけてくれたのか。そうです。さすが頼もしい。持つべきはマリオくんだな。持つべきものは、友みたいな、そういう、あれですよね。持つべきものはマリオくんって言ってましたけど。そしたらこの辺のスカスカ穴も埋めておきましょう。なんか出てこないか。コイン以外に出てきてくれるとありがたいんですけど、まあ、コイン以外出ないか。コイン以外が出てきたパターンってありましたっけ今まで。ないか。なんかアイテムとかね、紙っぺらがなんなら出てきてほしいという感じなんですけど、紙っぺら結構使うもんね。なんかさ、上限が上がったっちゃ上がったはずなんですけど、全然上がったような気がしません。はい、そしたら、おっと、あー、キノピオが食べられてる。あわ、大量の雲が何かを貪っている。そうですね。あ、ピクピクしているの、キノピオさんの足かしら。助けてあげないと。ちょっと、何してんの。私のキノ広告の、キノピオになんてことをするんだ。待って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 、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。やめてやめて、オッケー。はい、なんとか助けることはできました。キノピオさん大丈夫ですか。大丈夫。え、何、キノピオさんが、顔がないけど、どうした。顔をホラーで、オリビアちゃんそこにはまるんじゃないよ。顔、キノピオさんのお顔がどうかしたの。顔がないよ。
どうした？どういうこと？お顔を、お顔がないですわ。さっき気づかなかったんですか？大きな穴が開いていてかわいそう。痛くないのかしら？痛くはないみたいですけど、あら、もしかして私の声が聞こえているの？多い顔なしキノピオさん、聞こえていたらお返事して。お返事できないんだって、口がないから。そっか、顔なし口なしで話もできないですわね。それにしても一体誰がこんなことを。ひどいですわ。そうですね。なんかゾンビみたいになってますけど、これは助けたという判定でいいんでしょうか？ここには何と書いてある？1423。どういうこと？あー、これか。これが 1？ はい、じゃあこれを押しまして、21423。あー、これ4か。14。トライフォースみたいになっていましたが、これが3ですね。ってことはここが2。1423。じゃあこの順番で叩いていきましょう。これでとりあえずそこは開きましたけど、キノピオさんがついてきてる。なんかかわいそうだな。大丈夫？なんかどうにもしてあげられないのがちょっとあれなんですけど、とりあえずこっち側にも何かありそうなんで進んでいきましょう。ここはさっき通ったところですね。はい、じゃあここ開けまして、中からなんだ？ハッピーラブ。DJ が落としてしまった4枚のディスクの1つ、ハートにラブ注入。どういうこと？あら、そのキラキラ抜いた何かしら、綺麗。綺麗だけど、まあ DJ なんでしょう。 DJ っていうか CD だと思うんですけど、どこの誰に渡せばいいんでしょうか、わかりませんが。おっと、土管の先が塞がっていて通れない。まあこの先進めるようにっていうか戻ってこれるようになるんでしょうけど、とりあえず今は何もできないみたいですね。じゃあ反対側も進んでおきましょうか。なんかごめんね、さっきからキノピオチャイムが反応しているのはあなたということでよろしいですか？そしたら待って、ここもだな。あー、待って待って、やめてやめてやめて。おきゅうはハンマーで叩いても戦闘かい。はい、倒しました。待て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 、そこにもテレサがいるんだよな。こいつも倒しておきたいんだけど、ハンマーで叩けば戦闘か。はい、オッケー、倒しました。そしたらこの中には何が入っているんでしょうか？はい、中からは日神様の像。まあ確かにこれ砂漠にありましたね。じゃあこの辺も壊しておきまして、紙っぺら結構重要ですからしっかり集めていきましょう。はい、じゃあここも埋めますよ。あとは、あー待って、裏側になんかあるわ。危な、今よく気づいたな。こっち側に何かありますね。登っていきましょう。そして、あ、待てよ、これチャランチャランってなったってことは中にもキノピオさんがいるんでしょうか？中からキノピオさん、やっぱり顔がない。なんかもうホラー映像みたいになってるんですけど、大丈夫ですかこれ？なんかキノピオさんの顔ないの怖いんだけど、普通に。そしたらこれで左右の部屋も行ったので、あとは普通に進んでいきましょうか。なんかいつになったらこのキノピオさんは助けてあげられるんでしょうか。こっち側には何がある？は待てよ、これ倒れてくるパターンじゃないの？大丈夫？なんかさ、こういうツタンカーメンみたいなのって倒れてきがちですよね、映画とかで。大丈夫？あ、何も来ないわ。うわー、びっくりした。何よやめてそういうの。はい、そしたらこれ引っ張っていきましょう。何やってんのあなたたち、私を完全に脅かそうとして待機してましたよね今。はい、じゃあここ全員とりあえず取れまして、大丈夫？大丈夫みたいなんで、じゃあ先に進んでいきますよ。何なんだ、もう完全に脅かしに来てる。そしたらこっち側、あ、どうしました？何何、私にはまだ見えないんですけど、怖っ。キャー、何なのこれ、なんかクモの巣に引っかかっちゃってますね。これはクモの巣か？顔なしたちが捕らえられて動けないようだが、かわいそうに。どうにかして助けてあげましょう。クモの巣、恐ろしい響きの名前、一体どんな怪物かしら。いや怪物じゃないよ。でもここからじゃどうにもできなそうですわ。下からならなんとかなるかも。下から？何、飛び降りるのは怖いんです。何何何何何、マリオくん突然どうした？まさかキノピオの呪いか？いや、キノピオの呪いじゃない、これは単純に私を脅かそうとしてやってきてるだけだ。終わり？待って、もう一回叩きたいんだけど。あ、大丈夫か？はい、じゃあこいつ倒していきましょう。はい、倒しましたけど、ここ大丈夫？なんか気になるな。さっきのところ倒せば何かとかありませんか？まあ一個手前の兵法も倒しても何もなかったんで、多分何もないということで進んでいきましょう。はい、そしたらこの辺も全部壊しまして、OK、紙っぺらありがとう。紙っぺら大事ですからね、やめて、本当にそういうの。あ、待って、カロンがいる、カロンがいる。カロンは叩けば倒せるね、OK。カロンは倒せるけど、テレサとかは倒せないんですよね、多分。待てよ、カロンしか出てこないんだったらいいんですけど。はい、じゃあここのコインもゲットしまして、絶対なんかあるんでしょ。はい、ここ倒れてなんもないな。待って、この先は、この先におっと扉がありました。扉がありましたけど、他のところも何かいそうなんで、とりあえずこいつは倒しておきましょう。
はい、倒しました。あとは何かあるんでしょうか。待て待て待て、おっとまたあったぞ。 CD だ。これ何なんでしょうか。ディープバイアス、ディープバイブス、DJ が落としてしまった4枚のディスクの1つ、沈め音の深海へ。なんかかっこいいな。2つながかっこよかったんですが、はい、そしたらここのスカスカ穴も埋めまして、そっち側に進んじゃっていいんでしょうか。さっきの CD をどこでどう使うのか教えてほしいところなんですが、キノピオさん大丈夫？何やってんの？ちょっとみんな助けてあげましょうか。はい、ここにも1匹いました。何をしてるんですか。こういうところは何もなし。はい、そしたらここも叩いておきましょう。100コインありがとう。なんだ？え？あー、なるほど。これか。ここのスカスカ穴を埋めれば何かヒントがもらえるんでしょうか。はい、ここから何か書いてありましたよ。なんて書いてあります。星を探せ。星？星を探せ、どういう意味。あー、待って、わかったかもしんない。これさ、地面がさ、星の形になってるんじゃないか。星の形の場所を探していきましょう。あ、ここだ。ってことはこれを全部叩けばいいんですね。 MK さん結構勘が冴えてる。え？あ、なるほど。指定の回数しか叩けないという、なんかそういう縛りがあるみたいです。そしたら待て待て、全然外しすぎ。はい、じゃあここも全部叩いていきましょう。ここを星の形にするのが正解だと思うんですが、はい、ここを叩いて、最後ここを叩いて OK。 なんとか謎は解けました。これで階段が出現。 OK、 ありがとう。多分あの手前のスイッチでリセットできたんだと思いますが、まあ特に今回はする意味ないでしょう。はい、そしたらこの先も進んでいきますよ。紙っぺらが欲しいところなんですけど、ありがとうございます。だとしても足りないな。上限が上がったから、待て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 、あなたたちは何ですか。後ろから叩けないか。ちょっと待て、どうしました。ボディチェックだ。はい、私は何も怪しいものは持っておりませんが、戦闘かい。ボディチェックじゃないじゃん、普通に戦闘じゃん。そしたら、おっと、ハンマーブロス。ハンマーブロスは初めて見ました。そして黒兵法も初めて見たんですが、落ち着け。今回も揃えたいところなんですけど、待て、なんか違うか、なんか違うか。これをぐるっと回して、なんか違うな、なんか違うぞ。待て、落ち着け、やり方があるはず。これを、いや待て、違うな、待て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 、これは合ってんのか。これは合ってて、あと2回。あと2回なんですけど、え？待て待て待て、全然わからん、全然わからん。これを、あ、これをずらしておくのか、事前に。いや、だとしてもじゃない？あ、こうして、いや、違うな。待て、時間がない、時間がない。ハンマーブロスの対処がわからん。ハンマーブロスをどうすればいいんだ。あ、こうして、こうして、で、いや、違うな、もうわかんないわ、これでいこう。どうやっても分からなかった。はい、そしたらこれはとりあえずマリオ、いや、マリオのハンマーって倒せるんじゃないか。まあいっか。はい、じゃあとりあえずここ叩いていきましょう。ぐーっといって、オッケー、エクセレント。倒せるよね、ですよね。問題はこいつらが、一応キラキラハンマー使っておきましょう。倒せるかどうか微妙だと思うんですけど、エクセレントは出したい。グレイト、どうですか、倒せないか。はい、スコップ掘り、オッケー、ありがとう。それはめちゃくちゃありがたいんですけど、はい、敵のアクションどうします。折り紙ストレート、どういうこと、投げてくるんですね。 OK、 ガード。なんだ、投げてきただけで相手は1匹やられてしまったんですけど。はい、そしたらこいつは今度こそキラキラハンマーで倒せると思いますが、どうでしょうか。はい、キラキラハンマー使っていきましょう。エクセレントを出したい MK さん、グレイト。まあ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 、さっきのさっきは 1.5 倍になってなかったんで、今回は 1.5 倍で倒すことができました。キラキラハンマー持ってたな。はい、持ってました。あ、ボディチェックボディチェックは完了したみたいです。はい、そしたらあとは何もなさそうなので進んでいきましょう。待てよ、そろそろ。おっと、何してんの。え、踊ってる、くるくる回ってかっこいいですけど。はい、そしたらなんか、あー、ここの DJ に渡すのか。わー、楽しい音楽。なんでしょう、腰が勝手に動いちゃいますわ。それにしてもすごいな、この部屋は。天井の玉が光り輝いて、まるで異世界のようだ。ミラーボールなんでしょうね。あの玉の中には一体何が入っているんだろう。あ、紙テープもありましたわよ、ほんとだ。あの扉の中に続いているみたい。え、扉の中、じゃあ進もうよ。あの中に誰かいるのかなーと、違う、何が違うの。え、誰もいないってこと、どういうこと、なんだなんだなんだ。この曲も違う、こんなんじゃ驚き全然しねえし。おい DJ、 もっと踊れるノリノリの曲をかけろよ。オラオラ早くしねえと、お前の顔にも穴開けちゃうぞ。おっと、
こいつが犯人だな、キノピオに穴を開けている。すいません、すいません。それだけはご勘弁をですよね。すぐに違う曲を用意します。少々お待ちください。あ、CD 持ってますよ。私の曲かけますか？私の曲ではありませんけど。ママ、マリオさん、助けてください。扉の向こうにいる方が気に入るノリノリの曲をプレイしないと、私の顔にも穴が開いてしまいます。それは大変そうですね。顔なしになったら、もうその色眼鏡もかけられなくなっちゃいますわ。色眼鏡って言うとまたちょっと違う意味なんですけど、でもさっきの音楽もとってもノリノリで、私はいいと思ったけど、まあダメなんでしょうね。いえいえ、あのお方は音楽の好みがすごくうるさくて、私のプレイする曲はノリが合わないらしく、部屋から出てくれないんです。部屋から出せばいいんですか、あいつを。実はここに来る途中、遺跡の中にサウンドディスクを落としてしまいまして、あの中にはきっと気に入ってくれる曲があると思うんです。私はここで時間を稼ぎます。落とした4枚のディスクを探して持ってきてください。わかりました。むむ、あの扉の中の誰かに、誰かが、キノピオさんを顔なしに、なんとかあの部屋から出して顔割りに戻してもらわなくちゃ。でも気に入るノリノリの曲って一体どんなのかしら。多分、まあ私が持ってる曲でどうにかなると思いますよ。サウンドディスクとりあえず1枚。はい、ディープバイブス、これはどうでしょうか。この曲ならいけるかも。早速プレイしてみましょう。どういう曲なんですか。はい、ディープバイブス。おー、かっこいい。なんかいいね。重低音が響き渡るノリノリの曲なんですが、どうでしょうか。これで満足していただきますか。違うんだ。結構いい曲じゃないか。こういうの好きなやつもいるんだろうけどさ、俺っちが欲しいのは違うんだよ。あ、そうなんですか。じゃあとりあえずもう一曲かける。あ、この曲ではダメでしたか。他のディスクを探してきてください。あと3枚あるはずです。マジか。はい、じゃあサウンドディスクもう1枚見つかりました。これはどうでしょうか。ハッピーラブでしたっけ。この曲ならいけるかも。早速プレイしてみましょう。はい、どうでしょうか。おー、なんかいいね。今風だね。今風のなんかノリノリの曲なんですけど、これはどうなんでしょうか。満足していただきましたでしょうか。違うんだ。違うってよ。売れ線狙いすぎてムズムズするんだよ。聞いてて恥ずかしいぜ。まあ確かにね、売れ線狙ってる感じはしましたけど。あー、この曲ではダメでしたか。他のディスクを探してきてください。あと2枚あるはずです。わかりました。マジか。今の曲だと満足はしてもらえなかったみたいですね。はい、そしたらここ、おっと、1000コインありがとう。結構コインもらえるね。そしたら、ハリボテヘイホーがいましたけど、あっと、あなたたちそれを回してなんだろう。ミラーボールの代わりというか、あの、光を、あの、散乱させて、こう、気分を盛り上げているんでしょうね。はい、そしたらここからも1000コインありがとう。待てよ、他には何かありますか？こっち側でもくるくる回しているみたいなんですが、はい、ここを剥がしまして、ここを剥がしてもあれだよね。さっきの場所に続いているだけだと思いますが、あっと、テレサが出てきて踊らせろ。さっきの奴らが襲いかかってきました。倒していきましょう。はい、オッケー、倒しました。何だったんでしょうか、さっきの奴らは。なんかね、せっかく踊ってたから私も無視していたんですが、なんかあっちから向かってきたら、まあしょうがないから倒していきましょう。そしたら、おっと、この下に出たんですか。違うな。この横に出たみたいです。またいるな。待てよ。こいつら無視してく。とりあえず、あー待って、スカスカーナがありました。はい、スカスカーナは埋めまして、こういう奴ら、まああんまり倒す必要もないんですけど、叩くだけだったら、あー倒すか。はい、倒しました。もう敵はいませんか。待てよ。さっきのでブーツがなくなってしまったので、ブーツだけセットしていきたいと思います。あとは、キラアイアンブーツとキラキラブーツか。このゴールドブーツとかもちょっと気になりはするんですけど、まあ、とりあえずいいかな。そしたら待て、いるな。待て、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 まあいいや。とりあえずこいつも倒そうか。はい、オッケー、倒しました。待てよ、ここのさ、このミイラというか、棺桶みたいなやつって何かあるんですか？はい、ぐーっと押しまして、なんもないな。ウーム、マリオくん一人の力では、びくともしないな。じゃあ、あなたも一緒に押してよ。人は、待って、あったあったあった、レーザーディスクありました。はい、じゃあ、ここジャンプして取っていきましょう、ケイ。ボルテージマックス、DJ が落としてしまった4枚のディスクの一つ、高速で駆け抜けろ。なんかそのサブタイトルさっきからかっこいいですね。はい、そしたらここもバーっと紙っぺらやりまして、待って待って待って。こういうところにあるんですよ、ケイ。紙っぺら足りなくなりがちなので、こういうところはしっかり集めておきましょう。そしたらこれは何ですか？見たまえ、床に何かを引きずった後のようなものがあるな、確かに。あ、これか？これを戻すんだな。はい、叩いて、オッケー。はい、なんとか戻して回転しました。マリオさんが見えない。ここには何と書いてあるんですか？太陽から左に3、上に1で眠る月、10の力で押すとき目覚める。どういうこと？なんだ、10の力？
銃の力っていうのがまだちょっとわからないので、とりあえず行きましょうか。なんか後々10という数字が出てくるんだと思います。あー待って、あったわ、あそこにあったわ。あったけどさ、待て待て、絶対これさ怪しいよ。なんかさ急に出てくるんでしょ、どうせ。 MK さんは分かってるんだ、どうせこういうところを脅かしに来るんでしょ。これは何ですか。はい、これを叩けば、おとととととととい扉がありました。扉はいいとして、あのディスクとりあえず取りに行きましょうか。はい、調べる。なんだ、あ、神の手出てきましたけど、これはなんだ、何に使うんだ。え取れないの、調べる。なんだい。そういうことか。神の手を使ってわざわざあのディスクを取らないといけないんだと思います。はい、じゃあこれを掴んで引き寄せていきましょう。ケイ、これはスリリングナイトを DJ が落としてしまった4枚のディスクの一つ、スリル満点な一夜を。なんかあれだね、サブタイトルがさっきからかっこいいですね。はい、そしたらあいつは一旦無視しまして、こっち側、あーさっきのところに戻ってきたか。じゃあどうしよう。とりあえずさっきのところっていうか、あの DJ のところまで戻って、このディスクを渡しましょうか。はい、ここはさっきボディタッチじゃねえや、ボディチェックされたところ。で、はい、こっち側通ったらもうですよね。待てよ、じゃあディスク渡す前に一旦セーブしまして、今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回はディスクを渡すところからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。